響きの所属声優が YouTube でお送りしていく響きスタイル、本日の担当は私西本りみです。よろしくお願いします。はい、ということでまた室内ですまた室内におりますおりみさんですね。最近の近況はですね、まもなく舞台の本番がございます。イエーイ。魔法少女マジカルジャシリカの再演でマジカルイーエガー役を演じさせていただきます。魔法少女っていうタイトルというかお話なんですけれども、私自身は魔法少女ではなくてですね、コックさんなんですけれども、あのトンファーをまた振り回したり盾をしたりダンスがあったり、いろんなね姿があるかと思います。最近は西本トンファーの名前がやたら一人歩きしてるんですけれども、その西本トンファーの元になったトンファーがねまた武器として登場するので、ぜひぜひ見に来てください。ということで本日の企画に行っちゃいましょう。本日は箱の中身は何じゃろうな、うわー、よくあるやつですね。いやー、あのね、やったことはあります。月伏 TV の方でその時はね正解したんですよ。でも侮ってはいけないここの動画は響きスタイルでございます。青鬼に私を閉じ込めた響きスタイルでございます何を仕掛けてくるのかがねちょっとほんまに分からへんくて、今めっちゃビクビクしてるんですけども、まあね、ちょっと調整していきたいと思います。セットチェンジ。はい、ということでこちらに用意していただきました。いや怖いな、いや怖いなだって響きスタイルのスタッフさんやで、マジで何仕掛けて怖いな箱の中身はなんじゃろーボイ、どこあった、え怖いな、ちょっと待って、上から行こう、上から降りていくスタイルで行こう。え、ちょっと待って、こういつもリミそんなに怖がらへん人やねん、実はいつも怖がらへん。あったよ、あったよ、あった、なんかあった、硬い、え、硬い、なにこれ、あわかった、わかった、ピッピンブーのボタンやはい、ということで第2弾でございます。いやー、さっきのさピンブーさ、こうなんかスタッフさん曰くなんか触ってるうちに音鳴ったらびっくりするやろうなって思って入れたんですって音で言われてさ、まんまと引っかかってんけど、何それほんま、ちょっと、ということで2回戦いきましょう。この中身はなんじゃらが、おーでかっ、え、でかくない、丸い、あ、待って、わかったかもしれない、わかったかもしれない、え、待って、私結構優秀じゃない、たこ焼き器、あ、正解、おー、いや関西人なんでそれはね関西人の一家に一台たこ焼き器次行きましょう。じゃん、はい、第3弾でございます。え、さっきのたこ焼き器はねほんまにね簡単やったよ。ちなみに私たこ焼き器ひっくり返すめっちゃうまいんで、ひっくり返しに来てほしい人いつでも呼んでください。ということで第3問目いきます。箱の中身はなんだか、ほい、ちょっと、あー、びっくりした、待ってびっくりした、なんかふさってなってたけど、え、びっくりした、え、なにこいつ、髪の毛、待って、なにこれ、え、なにこれ、なんか発泡スチロールみたいだったけど待って、あれ、もしかしてあかん、なんか私あかんことしたあれ、一回カツラと、なにこれ、人の顔なにこれ、なにこれ、人の顔にカツラ乗っかってたんじゃんあれ違う、あ、正解怖っ、気持ち悪っなんでカツラなんかってか、なんかなんでこんなもんがさうちにあるん、さっきのたこ焼き器はそうやけどなんでこんなもんうちにあるん、やばー、ちょっとびっくりした、あ、ちょっと可愛いかも。はい、最終問題でございます。実はですね、さっきの3問目からこの最終問題に行くまでに15分ぐらい待ちました。おりみさんの予想1、めっちゃなんか温めてて時間かかった。予想2、逆に何か回答してて時間がかかった。予想3、なんか組み立ててためっちゃジェンガ
ちょっと組み立ててるから待ってみたいな、ちょめっちゃ順が組み立てて15分かかったの3つを予想して最終問題、なんじゃらどい、待って、あ、いきなり来たけど、え、なにこれ、え、ちょっと待って、なにこれ、え、待って、でかでかでか、え、なにこれ、なんかそ、え、なんかつ、え、ちょっと、なにこれ、なにこれ、何にそんなに時間がかかったのか、え、ちょっと待って、ちょっと待って、なにこれ、待って、なにこれ、いて、待って、待って、仕込みに時間がかかった理由は一体何よこれ、あれちゃん、これあれちゃん、パイナップル、え、待って、なんでそんな仕込みに時間かかったん、パイナップル、え、入れるだけやん、どうして、え、演出どういうこと、パイナップル、なんでパイナップル、ビビらせるための演出らしいです、ビビらへんわということで、その待ってる15分何してたかって、食べ放題行きたいねって話をしてたんですよ、お肉の食べ放題が食べたいな、はい、ということで無事、あれ私4問とも正解してない、やったー、全問正解、じゃあご褒美でいつか響きスタイルで食べ放題連れてってもらいます、ということで、本日の動画はここまでです。動画は響きの誰かが更新していきますので、ぜひぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい、本日の担当は私西本りみでした、バイバーイ。